ヤッホー RKK の休憩室管理のルークです。こんばんは。今週は前回の続編、お気に入りの一丁羅を着ていたら海水浴場でぐるぐるバットをしても意地で転ばずに成功できるかの後編です。わあ、どうなったんでしょうか。気になりますね。それでは VTR いってらっしゃい。舞台は御立岬海水浴場の波打ち際。前回の放送ではトップバッターのりおが挑戦し、その意地を見せることなく海へダイブ。いや、これ無理だと思うよ。これチャレンジ失敗。下田、続いて2番手観光総裁スーツタクの挑戦。いや、もう本当にもうこれしか持ってないんで汚すわけにはいかないです。それではタクちゃんの一丁羅ぐるぐるバットスタート。果たして意地で転ばずに完走なるか。5歩目であえなく転んでしまいクリアならず。もうこっちから見てたら本当情けない映画入るわけでもなく、ちょっとだけ濡れちょい濡れで本当非常に頑張ってもらって、もうちょっとあっち行ってくれよとは思いながら。だから、うん、こっち無事なんでこうして参列しました。いやいや、ダメだダメ。今日何かあったら半身で。まあまあ確かにこっちは濡れとらんけんね。続いてモデル佐古彩香の挑戦。あの、今日ガチでないんですよ、着替えが。なんと濡れた場合の替えの服と下着を持ってきていないという。それでは参りましょう。一丁羅ぐるぐるバットチャレンジ、よーいスタート。いけ、サコちゃん。1。濡れたら服がない絶体絶命のピンチ。果たしてカジマのクソ力から発揮なるか。9。ラストラストラスト、頑張れ。ラスト9。いけ、ラストラスト。あ、11だ11だ。いけ。サコちゃん頑張れ。サコちゃん、行け行け、走れサコちゃん、大丈夫ですか。全然汚れてない。根性やな、根性。やっぱ年長さん、年長やっぱ水には入りたくなかった。はい、危なかったね途中ね。先輩かっこよかったです。なんか成功した雰囲気が出ているが、倒れたので実験的にはアウトである。最後はモデルとレースクイーンの二刀流橘美代。頑張ってみよちゃん、はい、勝ったばっかだから絶対汚しちゃダメです。一丁羅バットぐるぐるチャレンジ、よーいスタート。1。買ったばかりのおニューな服、汚さずに走り切れるか。果たして。9。ラスト、レッド。おニューのスカート激沈。でも水に濡れた時一番笑ってたのタコちゃんです。なんで、いや。本当パーコさんじゃないかっていうぐらい高笑いをしてましたんで。やっぱ女の世界って怖いなと思って。怖いね。はい。ということで、いくら一丁羅を着ていてもぐるぐるバットには勝てない。はい、ということで皆さんもよかったら今年の夏やってみてはいかがでしょう。ということで今週はここまで。また来週、バイバーイ。